リムル様、リムル様、能力の上昇率を開示します。よし、出発だ。コク、コク、探索開始だ。コク、接敵を確認しました。サイヤー、遅い。リムル様に勝利を。ストームカノン。この調子でガンガン行くぞ。私たちの勝利ですね。なんだこれ。資源の足しにするか。なんだこれ。資源の足しにするか。強敵を発見しました。行くぞ。行きますよ、ファンタズムアーミー。リムル様、頑張りましたよ。よし、完璧だな。ここは任せます。コク、接敵を確認しました。当たりませんよ。はぁ、やっ、これ以上ない結果ですね。よし、完璧だな。あれは何でしょう。これは使えそうですね。コク、強敵を発見しました。行きます。いや、そんな。
行きます、行きます、やっはぁ、オーガフレーム、さあ、集いなさい、行きますよ、ファンタズムアーミー、ここです、ここで、やっはぁ、やっせここは私が、カウンターフィールド、私が皆を守ります、これなら悪くはないですね、よし、完璧だな、コク、目標を達成しました、よし、目標達成、タイジ、必要そうなものを集めてきたぞ、リムルの旦那、これだけあれば十分だ、しかし、本当に作るのかい、結構な広さになるが、ああ、どうせ作るならみんなで入りたいしな、どーんと作ってくれ、わかったよ、リムルの旦那に温泉の良さを聞いたら、どんなもんか俺も入りたくなってきたし、急いで作るとするか、できたぜ、湯も聞いた通り、なみなみ張っておいた、まずは旦那に確かめてもらわねえとな、カイジンありがとう、早速入るよ、コク、新たな目標が発生しました、気合い入れていくか、ご苦楽ご苦楽、やっぱ鍛錬の後は温泉っすね、白狼の鍛錬の後ってのが風呂の気持ちよさを倍増させるだろう。まさしくその通りっす、ジジイの鍛錬を抜け出した甲斐があったっすよ、ん、抜け出したって、この気配は、鍛錬をサボり風呂とは良い身分じゃな、ゴブタよ、ジジイじゃなかった、師匠、どうしてここに、お主の考えなどお見通しじゃ、これ鍛錬に戻るぞ、これじゃ極楽から地獄っす、ちょっとかわいそうだけど、うん、鍛錬をサボったゴブタが悪いな、リムル様、簡単に見捨てないでほしいっす、コク、特定個体の能力の一時的上昇を確認しました、力が湧いてくるな、コク、目標を達成しました、よし、目標達成、コク、スミレ、温泉できたぞ、試したけどいい湯だった、あれならスミレも満足するんじゃないかな、リムルさん、ありがとうございます、今日から毎日温泉に入れる、夢みたい、早速行ってきます、あ、そうそう、リムルさんに伝言があります、ゼギオンさんが探していました、ゼギオンが、わかった、スミレありがとう、リムル様、急ぎお伝えしなければいけないことがあります、
どうした？アピトと出会う前、エキサポッドドラゴンの巣に足を踏み入れ、命を落としかけたことがあります。グレートタイガーの剣といい、こいつ結構無茶するな。シオンとは別の意味で危険かもしれない。その時にエキサポッドドラゴンを倒したのは変わったイビルゴブリンでした。もしかしてそいつの名前はカタキか？はい、少しの間行動を共にしていたのですが、カタキは精神生命体へと進化する秘宝を手に入れ、それを使いジュラ・テンペスト連邦国を滅ぼすと。やはり進化の秘宝を手に入れたか。ゼギオン、教えてくれてありがとう。嫌な予感がする。ビートたちに伝えないとな。スミレ、スミレ、ビートたちがどこにいるか知らないか？どうして私が知ってると思うんですか？ん、ほら、ビートと仲いいだろ。何言ってんの、リムルさん。私、シュナさんやシオンさんとも話すし、ゲルドさんとは親友と言ってもいいくらいなんですけど、別に私はみんなと仲いいです。そうか。女子高生的に良くない表現だったか。でもリトたちなら北の方に行くのを見ました。行ってみるよ。ありがとう。念のため戦う準備はしておくか。リムル様、北にカタキが現れたとのこと。もしカタキと戦うのでしたら、我らも共に戦わせてください。主よ、カタキと戦う可能性があるなら我も連れて行っていただけないでしょうか。バンガ、リゴル、お前らは関係者っちゃ関係者か。よし、戦いに備えるぞ。はっ。コク、新たな目標が発生しました。気合い入れていくか。よし、目標達成。コク、新たな目標が発生しました。気合い入れていくか。コク、リムル様、カタキは、いえ、温泉か。ああ旦那、今入ってきたとこさ。やっぱり温泉に浸かって飲む酒は格別だな。確かにあの時間は至福だな。けど聞いてくれよ旦那、一緒に入ってたゴブリンの子供がよ、僕も飲みたいって大人がずるいって言い出すんだよ。酒は辛いことがたくさんある大人の特権だって言っても聞きやしねえ。あれだけ騒がれちゃ落ち着いて飲めやしねえよ。そこでだな、リムルの旦那、子供でも飲めるとっておきの飲み物を考えてくれねえか。何が落ち着いて飲めないだよ。いつも騒いで飲んでるくせに。まあ子供たちにも何か特別な飲み物は必要かもな。
子供が温泉で飲むものと言ったら、うん、フルーツ牛乳だよな。任せておけ、怪人。とっておきの飲み物を用意してやる。本当か、旦那。子供たちも喜ぶってもんだ。よし、出来たてミルクともぎたて果物を手に入れてシュナに作ってもらおう。やあ、ゴブゾウ、出来たてのミルクってあるか。これはリムル様、お安いご用だす。はいだす、出来たてミルクだす。サンキュー。あとは果物を集めるだけだな。コク、新たな目標が発生しました。よし、集めるぞ。リムル様、能力の上昇率を開示します。出発だ。コク、探索開始だ。悪い、任せるぞ。コク、標的を発見しました。行くぞ。どうだ、これでどうだ。これでどうだ。消し止め。上出来だな。戦闘終了。コク、接敵を確認しました。無理。行くぞ。あとは任せた。アイシクルスピア。装置バイオさん。いい感じだ。悪い、任せるぞ。やっ。悪くない成果。よし、完璧だな。何かあるようだ。使えそうだな。使えそうだな。何かあるようだ。使えそうだな。コク、接敵を確認しました。これでどうだ。くらえ。くはあ。くちれ。やいい調子だ。くらえ。やはあ。創始培養さん。上出来と言っていい。我らが力、思い知ったか。何かあるようだ。一旦引く。使えそうだな。使えそうだな。標的を発見しました。フッ。
行くぞ。こっちせい、消し止め。せい、こんなものか。これでどうか。せい、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 おもろ。黒煙山。上出来だな。よし、完璧だな。よし、あとはシュナにこの2つを渡してフルーツ牛乳を作ってもらおう。シュナ、ちょっと頼みがあるんだ。フルーツ牛乳を作ってほしい。フルーツ牛乳ですか。何やら名前を聞くだけで美味しそうですね。ああ、フルーツの甘みと香りが広がってキンキンに冷やして飲むと最高なんだ。どうだろう、美味しくできそうかな。そうですね、この果物なら大丈夫かと。試してみます。リムル様、どうでしょうか。これこれ、これぞフルーツ牛乳だよ。ありがとう。よし、これを温泉に置いてもらおう。カイジン、子供たちが温泉で飲めるものを開発したぞ。よう、リムルの旦那、一体何を作ってくれたんだ。フルーツ牛乳だ。酒に負けず劣らずうまいぞ。そりゃまた気になるな。ちょっと分けてくれねえか。心配するな、温泉でも飲めるように手配しておくよ。ギャッハッハ、楽しみにしておくぜ。子供たちも喜ぶだろうな。フルーツ牛乳が飲みたい。え、フルーツ牛乳ならここで売ってるだろ。一つもない。悪かったって、許してくれよ。おいおい、怪人、どういうことだ。それが試しに飲んでみたら、おっトルクほどうまかったんで、ついな。ついなじゃねえよ。お前たちが全部飲んだのか。申し訳ない、面目ない。うん、謝る時でも無言かよ。今日は俺も楽しみだったのに。怪人のバカ。目標を達成しました。よし、これでいいはずだ。今日も豊作だな。どんどん強くなるな。さすがベニマル、絶え間ない努力の結果だな。こう、
新しいスキル試してみるか。新しいスキル試してみるか。強くなったっす。これでよりリムル様のお役に立てる。これでよりリムル様のお役に立てる。新たなスキルを得たようですね。新たなスキルを得たようですね。これもすべてリムル様のおかげです。新たな力使いこなさねば。新たな力使いこなさねば。これはなかなか。強くなれたかな。戦闘どちらも好きなしでほんと優秀。あんま無理させないようにしよう。告っ。リムル様、カタキを頼むっす。告。アルジオ、北の方に向かったリトからも連絡がありました。カタキが町に向かっていると。我も参ります。来たか、カタキ。お前たち、なぜここにいる？お前たちまで、まさか。違う！俺たちは！仇を助けたかっただけだよ！進化の秘宝なんて、使ってほしくない！仇、聞いて、僕たちは。お前たちも。俺を裏切るのか。あ、カタキの手に魔素が集まってる。ミト、お前たちは俺の後ろへ。もしかして進化の秘宝を。ダメだよカタキ。危ない。やめるんだカタキ。周りの声は耳に入ってない。魔素は全身に行き渡ってる。
仇が虹色のオーラを。これが進化の秘宝。不安定な精神で進化の秘宝を使用したため、正常に作用せず、意識混濁、意識と肉体の剥離が始まっています。精神を著しく損傷したため、高確率で数時間で精神が消滅します。ここで何とかするしかないってわけか。標的を発見しました。警告、高密度のエネルギーを持った個体を確認しました。大賢者、進化の秘宝の解決方法はあるか？はい。精神生命体への進化において暴走している部分のみを捕食すれば可能です。グラトニーで部分的に食えってことか。個体名仇の力は弱まるものの、精神をつなぎ止めることは可能です。仇、ちょっと痛いかもしれんが、助けるぞ。必要ない。だが、お前の力など。そのままじゃぶっ壊れるぞ。俺は、負けたら、進化の秘宝に。負ければ、俺は強くなる。この能力も、俺のもの。俺は恨むものだ。コク、個体名仇の肉体と精神が急速に安定、高レベルの精神攻撃耐性を獲得しました。仇、ガロー族への復讐心から全てに怒り、全てを恨むようになっていた。ガロー族への怒りをリムルへ。だが違う、俺が一番許せないのは俺自身。仲間を守れなかった俺を、俺が許せない。これが、だからこの怨念は消えなかった。の体が超速再生で復活してる。全身に魔素が行き渡ってるな。なんか魔素が集まって、あ、仇の姿が。
は精神生命体アストラルゴブリンへと進化しました。もうお前たちにもお前の国にも恨みはない。だがこれは自分に対するけじめだ。敗者であり続けた俺へのけじめ、俺の復讐を果たす。わかった、相手になってやる。コク、コク、強敵を発見しました。警告、高密度のエネルギーを持った個体を確認しました。これでどうだ。
人じゃないだろ。提供する。何と言わせる。お前のところになど誰が行くか。笑いながら気を失ってる。気持ちの型はついたのかもな。本当に世話の焼けるやつだ。でも前の仇に戻ったみたいな顔してるよ。すがすがしい顔してるね。最後の最後まで自分を曲げないで、ほんと強情だけど、だから仇なんだよね。リムルさん、仇は助かりますよね。はい、精神肉体ともに損傷レベル高ですが、精神が安定したため肉体の再生が始まっています。ああ、時間はかかるが治るよ。やった、よかった。カタキは起きたらすぐに出てくって言うだろうからさ、目覚めたら一緒に温泉にでも入ろうって誘っておいてくれ。わかりました、必ずカタキに伝えます。コック、重要な目標を達成しました。よし、これでいいはずだ。コック。リムルさん、カタキの意識が戻りました。リムルさんの予想通り出ていくってごねてて、今はみんなで温泉の良さで足止めしてるところです。わかりやすいやつだな。よし、逃げられる前にカタキと温泉に入るか。はあ、極楽極楽。なんかみんなで入るとか修学旅行みたいだ。もうだいぶ良さそうだな。ああ、助かった、礼を言う。いつまでだってここにいていいんだぞ。申し出はありがたいが、明日には出る。まだ許せないのか。いや、もう思うところはない。この国を見て分かった。みんなが傷を抱えながら、それでも前を見て新しい道を歩んだ。その結果がこの国なら、その選択も間違っていなかったんだろう。俺の新しい道は俺なりの弔いを探すことだ。復讐以外の道で。そうか、牙狼族に襲われてから復讐しか考えていなかったであろう仇。全てを捨ててまで選んだ道を変える、それは言うほど楽ではないだろう。仇なりに折り合いをつけようとしている。今はそれで十分だな。仇、こういう言い方はあんまり好きじゃないんだが、頑張れよ。リムル様、どうした？カタキ殿たちは朝早くに旅立ちました。そうか、行ったか。リムル様への伝言を預かっております。伝言？カタキからの伝言はシンプルなものだった。
恩は必ず返す。敵らしい言葉だ。あいつにとって恨みも恩も同じなのかもしれない。敵が次来た時にもいい国だと認めてもらえるような国づくりをするぞ。国、新たな目標が発生しました。気合い入れていくか。建築を実行しますか。頼んだぞ。うんうん、さすがだな。能力の上昇率を開示します。出発だ。国、探索開始だ。国、強敵を発見しました。国、接敵を確認しました。資源の出しにするか。資源の出しにするか。お？なんだこれ。資源の出しにするか。国、接敵を確認しました。そう、余裕です。余裕、余裕、さすがに効いただろう。そりゃ、クレアサークル、クレアサークル、クレアね。お、
これ。資源の足しにするか。こっ、強敵を発見しました。行きますよ、ファンタズムアーミー。クレアサークル。目標を達成しました。よし、目標達成。リムルさん、こんにちは。カタキと共に去ったカー、ケット、グレ、リトは長い間チュラテンペスト連邦国にいた。住民とも仲良くなっていたし、いなくなって寂しくなると思っていたが。リムルさん、申し出があります。久しぶりだな。申し出ってなんだか真面目な話っぽいな。執務官に行くか。リト一人か？他の奴らは？ほぼ毎日温泉に浸かりに来ていたようだけど。今日来たのは僕だけです。リムルさん、お願いがありここに来ました。改まってどうした？僕を仲間に加えてもらえませんか？突然だな。カタキのことはいいのか？カタキにはちゃんと話して分かってもらいました。カタキは仲間だし、それはずっと変わらない。だけど今はあなたに、カタキを、僕たちを助けてくれた恩を返したい。助けたとか恩とかそんなのは気にしなくていいけど。僕は気にします。恩返しって別に仲間にならなくてもいいんじゃないの？わかりました。言い方を変えます。僕をテンペストに就職させてもらえないですか？就職？カタキたちは家族みたいなもので、就職先は別にある。それだとニュアンス通じますか？働いたことないですけど。そういうことならわかった。でも就職ならちゃんと給与を払おう。それだと恩返しにならないです。給与はカー、ケット、グレがテンペストで好き勝手食べて遊んでいる費用でいいか？え、あいつら好き勝手飲み食いしてるしな。それをリトが働いて返せばいい。あれ、なんか違う気が。就職は大変だぞ。頑張れよリト。リトが仲間になった。テンペストに来た理由をあれこれ聞いてみたところ、カタキの精神生命体への進化を見て、自分も同じ精神生命体になりたいというのが本音のようだった。カタキに認められたいという思いがあるようだが、今のままだと並ぶこともできないのは分かっているようで、俺のそばにいることで効率的に成長しつつ、テンペストへの恩返しもしようという合理的な考えには若さを感じた。とはいえリトのような存在はテンペストに新しい風を入れてくれるだろう。早速だけどリト、
仲間になるんだから、リトが何ができるか教えてほしい。リムルさんたちとは戦ったけど、カタキがメインだったし、僕の能力を話したことはなかったですね。僕は寄り添うものというユニークスキルを持ってます。どっちかというと後方支援のスキルです。ただ僕はカタキに憧れていて目標にしているので、見よう見まねでカタキと同じ戦い方をしてたりします。ふーん、後方支援のスキルなのに最前線で戦う感じか。よくわからないけど、カーたちとの連携もあってそうなったのか。リト、一緒に探索に行くか。そこで魔物と戦ってみせてくれ。こく、接敵を確認しました。はっ、どうだ、せいふっ、いやせいはっ、いやいやふっ、はっ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 ふっ、はっ、いやまだまだはっ、せい、僕だってあの人のように、いやふっ、はっ、決まった、いやは、はっ、いやふっ、はっ、すごい、みんなも喜んでくれそう。よし、完璧だな。コク、接敵を確認しました。はぁ、遅いよ、こっちだ。いや、そんな、は、は、は、せい、ふっ、はぁ、は、はっ、僕だってあの人のように、ふっ、いや、はっ、決まった、ふっ、いや、せい、ふっ、はっ、いや、ここが正念場、はっ、はっ、いや、ふっ、はっ、すごい、みんなも喜んでくれそう。よし、完璧だな。強敵を発見しました。はっ、せい、はっ、遅いよ、こっちだ、はっ、どうだ、ふっ、はっ、いや、いや、止めてみろ、ふっ、はっ、いや、はっ、ふっ、はっ、いや、はっ、はっ、ふっ、はっ、いや、僕だってあの人のように、いや、はっ、ふっ、決まった、はっ、ふっ、いや、はっ、はっ、はっ、ここからだ、せい、ふっ、はっ、この相手なら僕に任せて、寄り添うもの、もう少し頑張れたかも。リトの力は分かった。さて、リトには何をやってもらおうか。とりあえず素材集めが手っ取り早いかな。町のためになりそうなものを集めるか。分かりました。コク、新たな目標が発生しました。よし、集めるぞ。コク、能力の上昇率を開示します。
し、出発だ。探索開始だ。コク、接敵を確認しました。それ遅いよ。コク、接敵を確認しました。発見しました。遅いよ。ふんふん。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 
もんかな。ふむふむ、結構調子いいな。私たちの勝利ですね。コク、目標を達成しました。よし、目標達成。コク、リト、ありがとう。これだけあればもう十分だ。はい、めっちゃ労働した感あります。そういえばリムルさんって魔王なんですか？前にガゼル王とディザスターとかの話をしたと聞いたんですが。おお、唐突だな。俺は魔王ではないよ。すみません、テンペストに就職するって考え始めたら社長のリムルさんが魔王なのか気になっちゃって。リムルさんが魔王なら僕は魔王軍に就職かと思ったり。仕事とはあんまり関係ないんですけどね。そういえばちらほらと魔王って聞くけど、実際にどんな存在なんだ？リグルルに聞いてみるか。リムル様、どうなさいましたか？なあリグルド、前にガゼル王が魔王について言ってたけど、詳しいこと知っているか？私が知っていることなどたかが知れておりますが、お伝えしますと、リグルドから聞いた魔王の知識はこのようなものだった。上位魔人のうち特に強大な力を持つに至った者が魔王と呼ばれている。魔王はシズさんを召喚したレオンを含めて何人かいるらしい。魔とついているが邪悪な存在ではない。その危険度は人間の決めたランクではディザスター、カタストロフとなり最上位の危険ランクに位置する。なるほど、わかった。ミグルド、ありがとう。いえ、国は順調に大きくなり住民も増えております。何かご希望などはありますか？生活をもう少し豊かにしたいな。海の幸とか手に入るようにしたい。海の幸ですか？海で取れる食べ物だ。マグロ、エビ、ウニ、イカ。いずれは海の食べ物も交易で仕入れられるといいな。どのような食べ物か楽しみです。ここが安全で快適な国だと知れ渡れば、いろいろな国からの商人たちが集まってくると思います。なるほどな。遠くからでも来たくなるように街を充実させるか。コク、新たな目標が発生しました。気合い入れていくか。建築を実行しますか？頼んだぞ。うんうん、さすがだな。コク、目標を達成しました。よし、目標達成。コク、新たな目標が発生しました。気合い入れていくか。うん、コク、
新しいスキル試してみるか。強くなったっす。これでよりリムル様のお役に立てる。新たなスキルを得たようですね。これもすべてリムル様のおかげです。新たな力使いこなさねば。これはなかなか。強くなれたかな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 。テンペストの発展もとどまるところなしですな。うん、順調と言っていいかわからないが、ここまで大きくなった。海の幸を持った商人が来るのも時間の問題でしょう。今滞在中の商人たちに海の幸について伝えておきます。ああ、頼んだぞリグルド。なんだこの魔力。巨大な魔力の塊がとんでもない速度でこっちに向かってくる。リグルド、後でな。リムルさん、私はただ一人のドラゴノイドにして、デストロイの二つ名を持つ魔王ミリム・ナーヴだぞ。魔王かよ。お前がこの町で一番強そうだったから挨拶に来てやったのだ。この覇気、ベルドラに匹敵するほど圧倒的。間違いなく本物の魔王だ。
なかなか触りがいのありそうなボディなのだ。あ、はじめまして、この町の主リムルと申します。よくぞスライムである俺が一番強いと分かりましたね。その程度私にとっては簡単なことなのだ。この目ニリムアイは相手の隠している魔素の量まで測定できるのだ。俺のスキル解析鑑定みたいなものか。そして解析するまでもなくツルペタ。お？まさに天才だな。ところでその姿が宝章なのか、あの銀髪の人型は変化したものなのか。全部知ってるってわけね。この姿のことですかね。おお、やはりお前だったのだな。ではオークロードを倒したのだな。まあ俺が勝ちましたけど、で何の御用なのでしょう。もしかしてゲルミュットの復讐じゃないですよね。あ、用件だと。挨拶しに来たんだけど。あ、本当にそれだけかよ。待て、やめろ。お前らリブル様、逃げてください。なんだ、私と遊びたいのか。行くぞ。告、強敵を発見しました。警告、高密度のエネルギーを持った個体を確認しました。行くぜ。そりゃ、これでどうした。見せるのだ、見せるのだ。踏み込む。はっ、はい。組み込む。邪魔なのだ。行くぞ。邪魔なのだ。邪魔なのだ。邪魔なのだ。踏み込む。くらむな。おっと、生意気なの。ブワー、これほどの攻撃、私じゃなかったら無傷ではいられなかったかもしれぬぞ。だが私には通用しないのだ。大丈夫かしよう。これポーション。リムル様、リムル様、お逃げください。ここは私たちが。お前たちもそれ飲んで寝てろ。あとは俺一人でやる。ほう、私に立ち向かうのか。自信があるのなら俺の攻撃を受けてみるか。ただし、それが通用しなかったならお前は私の部下になると約束するのだぞ。わかった。告、告、強敵を発見しました。警告、高密度のエネルギーを持った個体を確認しました。よっ、くらうのだ。邪魔なのだ、邪魔なのだ。
ことは一つだけ。くらえ！どうした魔王ミリム、ここで俺の勝ちだと認めるならばさらにこれをくれてやってもいいんだがな。欲しい。にゃにゃ。だがしかし負けを認めるなど。おいしい。そろそろ残りが少なくなってきたぞ。待て、提案がある。引き分け、今回は引き分けでどうだ。今回の件、すべて不問にするのだ。ほほう。もちろんそれだけではないのだ。今後、私がお前たちに手出しをしないと誓おうではないか。勝ったな。強さは圧倒的だったが、中身は見た目通り子供だったな。いいだろう、その条件を受けよう。では今回は引き分けということで。わはー、はちみつー、はちみつー。こうして俺たちは未曾有の天災を乗り切ったのである。したりしないのか。なんでそんな面倒なことしないといけないんだ。え、だって魔王だぞ。かっこいいだろ。憧れたりとかするだろ。死ねって。ええ、魔王になったら何かいいことでもあるのか。強いやつが向こうから喧嘩を売ってくれるのだ。楽しいぞ。そういうのは間に合っているし興味もない。じゃあ何を楽しみに生きてるんだ。いろいろだよ。やることが多すぎて大変なんだぞ。魔王の楽しみは喧嘩以外に何かあるのか。オークロードが新たな魔王になるとこを待ってみたりとか。まさかそのオークロードを倒す強者が出てくるとか。先が読めずすごく面白いんだぞ。でもそれ俺たちのことだよね。今は誰がお前たちを仲間にするか競争してるんだ。どうだ、面白いだろう。魔王たちの間でそんなことが。まあでもそれも当事者なのよね俺たち。あと魔人や人間に威張れるのだぞ。退屈なんじゃないかそれ。
あ、退屈してたな、こいつ。じゃあ、そろそろ気をつけて帰れよ。待て、お前魔王になるより面白いことしてるんだろ。ずるいぞ、ずるいずるい、もう怒った。怒ったって言われても。教えろ、そして私を仲間に入れるのだ。町に連れて行け。ダダッコかよ。わかったわかった、ただし条件がある。今度から俺のことはリムルさんと呼べよ。ふざけるな、逆なのだ。お前が私をミリム様と呼べ。じゃあこうしよう、お前をミリムと呼ぶから、お前は俺をリムルと呼ぶ。どうだ。わかった、しかし特別なのだぞ。私をミリムと呼んでいいのは仲間の魔王たちだけなのだ。はいはい、ありがとうよ。じゃあ今日から俺たちも友達だな。うむ。これから村を案内するけど、俺の許可なく村で暴れないように。約束しろよミリム。もちろんなのだ、約束するぞリムル。さすがはリムル様だ、こうも簡単に魔王ミリムを手なずけるとは。うん、リムル様なら当然です。俺は先にリグルド殿に知らせるとしよう。間違って魔王を怒らせる者が出ないようにな。目標達成。おや、どなたですかな、このちびっ子は。ちびっこだ、ぶち殺されたいのか。暴れるなと言ったばかりなのに。いいか、私は今とても機嫌がいい、だからこれで許してやるのだ。次はないから気をつけるのだぞ。ブハハ、我が輩の親父殿が川の向こうで手を振ってるのが見えましたぞ。お前の親父は生きてるだろ。あ、ところでそちらのちびっ子。おっと、お嬢様は一体。こいつはミリム、何でも魔王らしいぞ。魔王ですと。あのなミリム、怒っていてもすぐに殴ったりしたらダメだぞ。私を怒らせる方が悪いのだ。それにあのくらいは挨拶のうちだぞ。殴り合いは挨拶じゃないからそれは禁止で。リムル様、何やら新しい客人を迎えたとか。ああ、新しい仲間を紹介する。みんなを集めてくれ。はっ。ミリム、なんという強大な力。ミリムさん、リムルさんと仲良さそう。あの魔王ミリム様と。さすがリムル様です。あの暴君と、ああも親しげに。これでこのジュラテンペスト連邦国も安泰というものだ。ミリムは有名だったんだ、ずいぶんみんな好意的だな。今日からここに住むことになった、よろしくな。ギリ
ってどういう意味だ？そのままの意味だぞ。私もここに住むことにしたのだ。まあ本人がそう言っているので、そのつもりで対応してくれ。何かあったら私を頼ってもいいのだ。魔王と友達か。そうだな、友達は変だな。友達というよりマブダチだな。マブダチ違うのか。みんな、俺たちはマブダチ。こうして火薬庫よりも危険な魔王ミリムがジュラテンペスト連邦国の仲間入りを果たしたのだった。俺は仕事があるから、ミリムはシナたちと温泉に行くといいよ。温泉とは何なのだ？ああ、お湯のあふれる広い広いお風呂のことだ。気持ちいいぞ。広い風呂？気持ちいい？よくわからんが、楽しみなのだ。リムル、早く温泉に連れて行くのだ。わかったわかった、こっちだ。ミリムのこと頼んだぞ。はい、リムル様。温泉とやら楽しみなのだ。走ったら危ないです。ミリムがシュナにも懐いてくれて助かった。さて、みんなに魔王について聞くか。どうかしたか？ミリム様の件です。まさか魔王自らやってくるとは思いませんでした。でもまあ、一応は許可なく暴れないと約束してくれてるし。しかし、他の魔王たちの出方に目を配らなければいけなくなりました。どういう意味だ？魔王は何人かいるのですが、お互いが牽制し合ってます。今回リムル様がミリム様と友達だと宣言したため、この国は魔王ミリムの庇護下に入ったということを意味します。本来ならそれは望ましいことかもしれないですが、リムル様は総統という立場にありますのじゃ。つまりこのジュラの大森林が魔王ミリムと同盟を結んだ。そういう風に他の魔王たちの目には映る。魔王ミリムの勢力が一気に増すことになり、魔王たちのパワーバランスが崩れる。なるほど。しかし実際にですぞ、魔王ミリム様を止めようとしても無理でしょう。あれは別次元の強さだった。リムル様がいなければ俺たちは今頃生きてはいない。他の魔王が敵対するというのなら、そいつらを相手にする方がマシだろう。ということで、ミリム様のお相手はマブダチとしてリムル様に全てを任せるということで。ないいなし。丸投げ。
なんだこれは、すっごく気持ちがいいのだ。すごいのだ、泳げるのだ。お風呂で泳いではいけません。シオンさんっぽいですけど、ダメですよ。楽しいのだ。お風呂で遊んではいけませんって言ってるでしょう。くらえ。だが俺たちは知らなかった。ミリムが巻き起こす旋風はまだ吹き始めたばかりだったということを。リムル様、実は我が輩ちょっと行き詰まっておりまして、リムル様に相談に乗っていただきたく。おお、ガビル、改まってどうした？実はベスター殿からフルポーションに必要不可欠な素材の調達を申し付かったのですが、あと一つ見つからないのであります。ベスター殿によると大層希少な素材で西の洞窟にあるはずが見つからず、我が輩はもうお手上げでありまして。あと一つでフルポーションが完成するのか。よし、俺も一緒に探す。行くぞカビル。リムル様、ありがとうございます。コク、新たな目標が発生しました。よし、集めるぞ。今日も豊作だな。コク、温泉を使用しますか。ふむ、我ながらピカピカのスライムボディだな。火の打ち所がないくらい洗い上げてもらったというか、磨き上げてもらったというか。ご満足いただけて嬉しいです、リムル様。私がご一緒するときはいつでも綺麗にして差し上げますね。助かるよ。でもさ、シュナの負担にならないか。負担ですか。ほら、風呂ってくつろぐ場所だからさ、俺の世話をしてたらくつろげないだろ。何をおっしゃっているのですか、リムル様。お風呂でお世話するひとときが私の癒しになるのですよ。コク、特定個体の能力の一時的上昇を確認しました。体がとても軽くなりました。リムル様、リムル様、能力の上昇率を開示します。コク、自動編成を実行しました。よし、出発だ。コク、探索開始だ。悪い、任せるぞ。コク、接敵を確認しました。やまだです。やっ、見えた。行きます。当たりませんよ。苦しき
さすがリムル様、素材揃いましたぞ。感謝いたします。我が輩があれだけ探しても発見に至らなかったものをお見事。いや、これは探すの大変だよ。なんとか見つかってよかったな。早速ベスター殿に届けますぞ。リムル様、近いうちに完成の報告をいたしますぞ。ついにフルポーションができましたぞ。ベスター殿の研究所へお越しください。ガビル、カイジンも呼んできてくれ。わかりました。ベスター、
連絡用の水晶はうまく作動したか？はい、ガゼル王へ連絡がつきました。魔王ミリムが来襲し、リムル様が対応したと伝えてあります。よし、ミリムの件はしばらく様子を見るとして、では報告を頼む。は、これが私の研究成果、フルポーションです。体験者、解析、鑑定だ。解、この薬はフルポーションに該当します。やったなベスター、間違いなくフルポーションだぞ。見事ですなベスター殿、我が輩も協力した甲斐がありましたぞ。さすがだなベスター、こういう研究はやはりお前が適任だと思ってたぜ。ありがとう、ありがとう。本当にフルポーションを作れると思っていなかった。嬉しい誤算だ。ポーションを量産し資金源にしたかったが、フルポーションは商品としての価値が高すぎて市場を壊す。そこで20分の1の濃度に薄めてハイポーションとして売り出すことに決めた。ドワルゴンとガゼル王の話で盛り上がるカイジンとベスター、2人を置いて俺は市街地へと戻ることにした。何がどうなっている？新たな客がやってまいりまして、その客に対してミリム様が激怒し、リグルド大丈夫か？これはリムル様、この程度どうということもございません。いや大怪我だろ、ほら特製ポーション。ありがとうございます。あいつにやられたのか？さようなら。おお、リムルよ。ギ。こやつが舐めた真似をしよったから、私がお仕置きしておいたのだ。お仕置きって、あいつ泡吹いて倒れてるんだけど。あの爆発はミリムの仕業だったと。へへん。褒めてほしそうだな。これは褒めていい状況なのか？ふん。俺の許可なく暴れないと約束していなかったか？それは今回は特別アウトだよ。だが今回はリグルドをかばってくれたということで、昼飯抜きで許してやるか。だけでは飽き足らぬ、せめてもう一発。待て待て待て、とりあえずミリムがぶん殴ったやつから話を聞くしかないか。ポーションかけてやるか、あとは意識が戻るのを待つしかないな。目が覚めたか。ここじゃなんだから執務室に行くか。こんなところで立ち話なんかやってられるか。おい、さっさとちゃんとした部屋に案内しろ。なんだこいつ、失礼な。
えらい強気だな。で、何をしに来たんだ？下等なスライム風情にこの俺が答えるとでも。ああ下等というが、お前よりは俺の方が強いぞ。俺は魔王カリオンとやらを知らないし、お前の態度次第でカリオンは俺たちと敵対することになるんだぞ。お前の一存でこのジュラの大森林全てを敵に回すつもりなのか？は、偉そうに。この町はこんな下等な魔物に従うのか？雑魚ばかりだと大変だな。ミリム様に気に入られているからと調子に乗るな。おいお前、私の友達に舐めた口を聞くじゃないか。ミリム待て。お前今度何かしたらマジで晩飯を抜くからな。楽しくするのだ。さて、俺は確かにスライムだ。だが、俺がこの森の3割を支配しているのは本当だし、そちらがその気なら戦争するのもやむを得ないと思っている。なのでよく考えて返事をすることだ。謎の魔人たちを配下へとスカウトするようにカリオン様より命じられてやってきたんだ。おお、俺たちのことだな。どうやらミリムと同じく他の魔王たちも俺たちの戦いを見ていたらしいな。カリオンのやつ、約束を破りよって。ま、話は分かった。じゃあ帰っていいぞ。え、リムル様よろしいのですか？だって殺すわけにはいかないだろう。魔王カリオンに伝えろ。俺たちと交渉したいなら日時を改めて連絡をよこすようにと。きっと後悔させてやる。あの様子じゃ伝言は無理っぽいな。さて、魔王カリオンについて話が聞きたい。それはリムルにも教えられないぞ。お互い邪魔をしないという約束なのだ。はい、秘密があると自白をいただきました。それはカリオンだけとの約束か、それとも他の魔王も関係しているのかな？いや、それは大丈夫だって。カリオンってやつだって部下を使って邪魔してきたんだろ。俺たちはマブダチなんだから、お互いに助け合うじゃん。だったら俺もミリム以外の魔王のことを知っておいた方がいいと思うんだよね。ミリムがどんな約束をしたか知っておかないと、俺が知らずに邪魔しちゃうかもしれないしさ。確かに。でもマブダチ、そうだ、今度俺が武器を作ってやるよ。やっぱマブたちとしてはミリムが心配だしさ。新しい武器そうだな、やはりマブたちは一番大事なのだ。ちょろい、あまりにもちょろすぎる。魔王クレイマン、カリオン、フレイ、そしてミリムがケルミュットを使って傀儡となる魔王の誕生を目論んだらしい。ミリムに言わせれば単なる退屈しのぎだったのだらしいが。で、マブダチよ、私の武器はいつできるのだ？かっこいいのを作ってやる。だから少し時間をくれ。最高の武器のために最高の素材を集めてくるからさ。わかったのだ、待ち遠しいのだ。
というわけで、カイジン、クロベ、ミリムの武器を作ってやることになったんだ。アイデアはないか？リムルの旦那、何を作るにしても尋常じゃないジョブさんがいる。何を作るかによるだが、ミリム様の武器となると耐久度はかなり高くないとダメだべ。ああ、普通の素材だと壊れちまう。武器のアイデアの前にまず耐久性から考えんとな。なるほど、丈夫な素材か。難しいけど探してみる。コク、新たな目標が発生しました。ターゲットは見定めた。やるぞ。リムル様、訓練が一区切りつきましたぞ。ああ、ご苦労様。今日は自分の訓練が多かったみたいだな。腕がなまっては周りに示しがつきませんからの。これで今後もビシバシ鍛えられますぞ。さすが白狼、頼りにしてるよ。お任せくだされ。コク、訓練が終了しています。コク、これでよりリムル様のお役に立てる。これでよりリムル様のお役に立てる。新たなスキルを得たようですね。新たなスキルを得たようですね。これもすべてリムル様のおかげです。これもすべてリムル様のおかげです。新たな力使いこなさねば。新たな力使いこなさねば。ほほう、これはなかなか。ほほう、これはなかなか。ほほう、これはなかなか。強くなれたかな。強くなれたかな。強くなれたかな。
強くなれたかな。能力の上昇率を開示します。よし、出発だ。こく探索開始だ。こく接敵を確認しました。なぜなぜ余裕です。コク、強敵を発見しました。発見しました。行きます。
これ以上ない結果ですね。よし、完璧だな。コク、目標を達成しました。よし、目標達成。リムルの旦那、素材が集まったって聞いたぜ。ああ、取ってきたよ。見てくれ。おお、これは耐久度が高いな。いけそうだ、旦那。あとはどんな武器にするかだな。どんな武器にするかは俺の方で考えるよ。ありきたりな武器じゃ満足しないだろうな。ゴブタか、どうした？カバルさんたちがやってくるっす。カバルたちが？カバルたちを最初に見かけたのはペルドラの洞窟を出る前だ。この世界で初めて見た人間で、その時はちょっと感動したのだった。彼らはギルドという組織に所属しており、そこからの依頼で動いている冒険者だ。シズさんと一緒に俺たちの町でしばらく過ごした。剣を扱うファイターカバル、このパーティーのリーダーだ。いつも魔物に追われているが、生還しているので優秀なのだろう。シーフ・ギド、デアスという特徴的な話し方をする。最初見かけた時、3人の姿が消えたのはギドの隠密アーツだった。ソーサラー・エレン、いつも朗らかで前向きな彼女。ドジなように見えるけど、どこか優雅さを感じさせるんだよな。さっき森に行った時にナイトスパイダーに襲われてたから助けたっす。これから噴水の前で料理するから、リムル様も食べに来るっす。ナイトスパイダーを食べる、どんな味なんだ。そういえばカバルさんの他にも人間がいたっすよ。毎回魔獣と戦ってるようっすけど、あの人たち戦うのが好きっすね。好きで戦ってるわけじゃないと思うけどな。こいつめちゃめちゃ美味しいんすよ。もうすぐ煮えるっすよ。待ちきれないのだ。リムル様、カバル殿たちと一緒に客人が来たようです。客が来た？俺に会いに？分かった、すぐ行くよ。俺がこの国、ジュラ・テンペスト連邦国の代表をしているリムル・テンペストだ。本当にスライムが？ところでリムルの旦那、以前には見かけなかった方が多数おられるようですが。ああ、ベニマルにシュナ、シオン、ソウエイ、ハクロウの鬼人たち。オークキングのゲルド、ドラゴニュートのガビル、インセクトのゼギオン、アピト。へえ。それに異世界人のスミレ、リト。おお。それと魔王のミリムだ。魔王ミリム？で、
ブルムンド王国とファルムス王国からそれぞれここの調査に来たと。我々は…っていうか、なんでスライムがそんなに偉そうにしてるんだよ。おかしいだろ。なんなんだ一体。なんでお前らは納得してるんだ。リムル様にブルーですよ。うるさい、黙ってろ、おっぱい。なんかかっ。よしよ。おい。ば、つい。うちのシオンがすまんな。ちょっと我慢が足りないところがあるんだ。許してやってほしい。ひどいです。これでも忍耐力には定評があるのですよ。我慢が足りぬとはまだまだだな、シオン。私のように心を広く持たぬからそんな短気なのだぞ。俺は人間とも仲良くしたいと考えている。そのうち貿易とかして交流できればいいなと思ってるしさ。貿易？ああ、実はドワーフ王国とも国交を開いている。ドワルゴンと？この地を経由すれば商人たちの利便性も向上すると思うけど、どうかな。いや、待ってください。ドワルゴンがこの魔物の国を承認したというのですか？リムル様、失礼します。ああ、来客中でしたか。悪いな、ベスタ。後で聞くよ。あ、いえいえ、後ほど。ドワルゴンのベスター大臣。そうだよ、元大臣だけどな。今ではカイジンと双璧をなすうちの優秀な研究者兼技術者だ。伝説のカジシマで固まっちゃった。俺たちが人間にとって本当に安全かどうか見極めたいというフューズたちの滞在を許可した。オークロードをテンペストが倒したことが公になっていないのなら、ヨウムたちがオークロードを倒したことにしないかという提案を持ちかけた。俺たちがこの討伐でヨウムに協力したことが伝われば、英雄を助けた信用できる魔物という立ち位置を確立できるのではないかと思ったからだ。謎の驚異的な魔物というよりも、そっちの方が親しみやすい感じになるだろう。考えさせてくれというヨウムの返事を俺は待つことにした。ついでというわけではないが、フューズにアンゲルスのことを聞いてみた。詳しい情報は持っていないようだが、南の参道がアンゲルス国へ通じていると聞いた。業務の返事はすぐには出ないだろうし、調査に行っとくか。新たな目標が発生しました。この機会に気になるところも調査しておこう。